カントリークラブは、千葉県柏市線に広がるゴルフ場である。藤ヶ谷カントリークラブは、旧武蔵野カンツリークラブ、藤ヶ谷コース会場、設計、赤星四郎を復活しようとの活動が始まりである。戦後、復活に動いたのが、旧武蔵野カントリークラブの朝日新聞社、藤田孝一であり、応援したのが、湘南村の島村孝一郎と、 京成電鉄グループの川崎千春だった。しかし、跡地は米軍に移り、さらに自衛隊に移り、防衛庁長官の赤木宗則に訴えたが、実現しなかった。新たな建設用地を求めて、跡地周辺で探したが、戸塚カ,カントリークラブの計画と競合していたが、後に、戸塚カ,カントリークラブは神奈川県横浜市に移った。 コース設計は、東葛飾郡湘南村出身の富澤誠作りに依頼した。富澤は、旧武蔵野カントリークラブ、藤ヶ谷コースでは造成監督を行っていた。また、富澤は、旧武蔵野カントリークラブの平山隆に誘われて、川崎国際行田緑地モル不条の解説に関わり、そこで、井上誠一からコース設計を学んだ。1961年、 東京証券市場で大暴落が起き、また、京成電鉄株式会社では、オートネカントリークラブ計画が、同時進行中であった。新たなゴルフ場の建設に向けて、京成ゴルフ株式会社が設立され、京成富士ヶッパブリックゴルフ場が着工され、1961年11月25日、18ホールが完成した。1964年、 株式会社藤ヶ谷カントリークラブを設立、1965年2月、京成パブリーツクを譲り受け、会員制ゴルフ場に移行、個人株主会員制での運営となり、メンバーシップ、藤ヶ谷カントリークラブがスタートした。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、 日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。郵便番号270-1456千葉県、柏市泉2348番地。ありがとうございます。